さあ始まりましたトライアングループよっ。今回のメンバーは僕とハヤトとレオです。はい、これ何なのなんか前回はアラン君とリュウト君とユータ君の3人でトークをした、トークをする、そうね、ジェネちゃんの企画でしょこれ。だから1個のジェネちゃんの企画なんです ね、3人いて1人がこう主催者みたいな感じで、なるほど、あの質問とかを持ってきて、うんうんうん、あのみんなに聞くと。なるほどね。今日はゲームマスターってこと。そうそう、一応マスターでやらせてもらってます。まあ説明もういらないかもしれないですけどね。まあまあまあ、トライアングループでジェネメンバー3人だけの空間でこれまでの活動や今後の活動、まあ、ロボットやロボット AI でももうちょい声出すぞ今時。とりあえず2人で話してみよう片付けられない人の典型的なパターン。本当に時間が欲しいよね。最初の質問です。はい、お互いの長所と短所は。これってさ、うん、決まりの質問なの、うん、でこれってパッパパッパ答えていくやつがいいってこと。いや、まあまあ それなりに話して、それなりに話して、それなりに話して、そう、どう話、何をどう話すの。とりあえず2人で話してみれば。あ、怖ー、ゲームマスター。トライアングルループってこうやっていくんじゃない。そうだよね、トライアングルでしょ。俺からってこと。あ、だからこうでしょ多分きっと。ってことだよね。ってことでしょ。りょうたくんが俺の長所短所、ね、で俺がレオの長所短所。これただのキャッチボール。そうそうそう、トライアングルループ。りょうたくんいらない。ただのキャッチボール。あ、オッケーってなってくるよね。俺、小森さんの長所と短所。と短所。小森さんの長所と短所。小森さんやっぱ喋るのがもうすごいですから。半端ない。喋りお化けになってるからよ最近。喋りお化け。喋りお化けっていうところが長所。トーキングモンスターなんで。っていうところが長所で。短所は。本当か。短所はやっぱネガティブさですよね。持ちが。俺の中では長所なんだけどね。それが。うん。なるほど。めんどくさ。なるほど。それなんでなんですかそれは。いや、なんかやっぱポジティブになりすぎるとやっぱちょっとね、ダメだなってその思っちゃうというか。慎重さがってこと。そう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 、俺がその性格的にね、うんうん、なんかすごいそもそもがベースがあのお調子者だし、あんまりこうなんていうの、細かいタイプの人間じゃないから、うん、もしこれでポジティブまで加わってたらなんかダメな人間の方に行ってると思う。なるほど。でもネガティブだからなんかこう あれ言ったの大丈夫だったかなとか、うんうんうん、これもししたら誰かに怒られるかなとか、なんかそういうモードに入れるから、いい具合のこう心配が加わるというか、そう、ね、が入れるから、なんか自分的にはすごく良かったなとは思ってる。なんか繊細でいることで気づくこともある、ね、もあるし、ね、なんかそう性格的に逃げれる部分があるから、なるほど、いいなと思ってる、ね、長所長所や。そう、長所長所だからまだ見つけれてないね、短所を、うん、小森さんの短所。出会ってもう12年ぐらい経つけど、まああとは物をなくすことぐらいじゃないですか。うん、うん、でも最近ない。最近なくさなさそうだね。ないね。どっち、なくさないのか、なくさない、最近物がなくなったのか、どっち。なくなってない。最近めっちゃ物ある。アクセサリーなくならないもん最近。おお。いや、この間ハヤトんち行ったの。おおお。そう、来てくれた。あの、お前の物の置き方はそりゃ物もなくすわっていう物の置き方だよね。どういう置き方？いや、もうダイニングテーブル、うんうん、リビングに置いてある、ね、ダイニングテーブルってさ、そのもうリビングのもうこういうあれ下じゃなくてこう上で座るタイプのダイニングテーブル、うん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 、にもう時計とかの金の塊がこうグチャンでコーヒーグチャンみたいなとか、もうすごくて生活感ありありだね。生活感がめちゃくちゃある。そりゃなくすわっていう、もうなんかそのなんかこれは洗面所にあるとかさ、これは寝室にあるとかっていうものじゃん、うんうん、全くないんだよねこいつの家って。そういう概念が、そうそう、本当全く言ってる通り、ね、ワンスペース、ワンスペースなの。全部家なの俺の中では。全部一つなの。だから多分家に帰ってきた時に撮りたい場所が毎回違うのよ。だからアクセサリーつけてるのも家帰ってきてその玄関に棚置いてあるんだけど、それに置きたい、鍵と一緒に置きたい時もあるし、それこそリビングまで行ってコーヒーと一緒にこれを撮りたい時もあるし、うん、みたいな。片付けられない人の典型的なパターン。なるほど。だからレオン家とか行くとすごく羨ましく思う。そのもう全部が所定の位置にあるというか、なんでそんな
細かいとこまで置けるの。だから指は1個でも決まってるわけ、置く場所が、うんうんうん、え、すごくないみたいな。いやすごい、ね、もう正確だねだと思う。どこに何があるか分かるもん、棚の中も全部。それもすごいと思う。もすごいよ、書物もどこに何かあるか分かるし、うん、えぐ。いやマジで棚めっちゃあるんだけど、うん、どの段に何が入ってるか分かる。だから洗面所も、うん、どの段に洗剤のストック、柔軟剤のストック、洗顔のストックとかがあるかっていうのも全部分かってる、分かってる。いやだからすごいと思う本当に、うん、もうだからそれがレオの長所ですね。もうこっち今こっちのターンになってる ね、 自然に。レオの長所そこだね、うん、もうすごく全てが細かくできるっていう性格の良さ、これはもう良さと育ちとだと思うんだよね。細かさっていうのはこれはもう長所なんだけど、だからそれが反面短所な部分でもあるかなと思う時もあるというか、もう脳みそって普通1個なんだけど、レオの脳みそって多分細分化されまくってる。多分もう家みたいになってんだよね。 100LDK みたいな、そのような家になってる。そう、普通 2LDK なんだけど頭の中って、もう 100LDK ぐらいになってるから、それがもう相当細かいのよ、緻密というか、うん、だから多分ジャンルが全部違うだろうし、うん、プライベートの中でも100個ぐらいあるし、その仕事でも多分100個ぐらい頭の中にこうファイル分けされてるみたいな部分があって、それって超いいことなんだけど、人間の脳みそってやっぱ言ったみたいに 2LDK しかないから、その100個をこう理解してあげれない時がやっぱたまにあるというか、そのこの壁って多分俺の中では一緒なんだけど、レオには全然違う、こう細分化されてる部分みたいなところが、それがなんか長所でもあり、逆にこうレオを苦しめてる短所にもなるのかなっていう。俺らは別にないんだけど、それをされることによって、あ、もういいっすわにはなんないけど、レオがレオをこう苦しめる瞬間でもあるかなっていうところ。まあ時間はないよね。時間欲しいもんだと思う多分本当に。24時間で生きてる人の脳みその細分化じゃない気がする。で欲望がすごいから、やっぱりこう興味があることがいっぱいあるわけじゃん。だ音楽もあれも聞きたい、ね、これも聞きたい、音楽って一気とくりじゃないでしょ俺の中で。音楽の中でもこのジャンルもこのジャンルもこのジャンルもこの年代も聞きたいっていうのがあって、それが映画にもあるし、そうなーアートにもあるし、その建築とかそういうものにもあるし、写真にもあるしとか、そうやってこう全部、あと仕事にもあるしってなっていくと、もう時間足んないね。確かに、なるほどね。本当そう思う。24時間で生きてる時空の考え方じゃない。今日も何かできなかったなっていうことばっかり今。もうやりたいことがありすぎちゃってってことだ。いやすごいね、すごいな。もうちょい時間欲しいし、だからこう絞りたいんだけど、何でも魅力があるなって思っちゃうから。あ、すごいよね。なんかそれはでもさ、それってさ、何が形成するの？周りにいる人が、人と、あともう自分の感覚だよね。やっぱ興味持っちゃったら、こうなんか自分の中で感じる必然性において、それを例えばオリンピックを見る、別に今までスポーツに興味があったわけじゃないけど、これを見るっていうことっていうのはもうないっていう自分の必然性。だ、親父になった時にさ、どういうシチュエーションでオリンピックを見たか思い出すでしょ。思い出すね、確かに。特に自国開催だからね。で、将来自分にガキができたら話すわけじゃん、親父として、っていう責任感で見てる。なるほどね。オリンピックをこんな体験はできないっていう責任感で俺はオリンピックを見てる。好きで見てるっていうことと、まあ、もちろん興味があって面白そうだなっていうのもあるし、そのジェネ応援してくれてる子結構出てるからっていうのもあるんだけど、もうね、違う脳みそが働くわけ俺の中で。それこそさっき言ったみたいなね、違うところの、なるほどな。で、じゃ あのマイアミのローリングラウドってフェス見ようってなったら、それは好きじゃん。あと好きっていうの半分、これも抑えとかないと、音楽として今もうどんな感じなのか抑えとかないとっていう必要性もあるし、必要性とか、もうやばくない？やばいよね。やばいと思う。やばいなと思った。やばいと思う。だから思う、やっぱり見ててすげえなとも思うし、大変だろうなと思うし、速攻で苦しんでる時もあるんだろうなと思う。もう苦しい。で、じゃあレオが思う俺の長所と短所、なんだろう。なんかおもろいなこれ。でもなんか長所は、プライドが高いとこじゃない？おお。
でもなんかさ、そのプライド高い人ってすごいこう貴重だなって俺最近思って、プライドがさ、こうあるってことは、なんて言うんだろう、そういう思想があるわけじゃん。だから結構こうなんか士気が高いなっていうのはすごい感じるから、なんかそういうのってこう自分を成長させてくれるだろうし、自分のブランドも守ってくれると思うんだよ。だからそこは結構大事かなって思うけどね。ほう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 。